インファッション、美容のブランド情報を発信する有名、インフルエンサーとして知られている。2017年に、経済誌フォーブスが選ぶ、トップファッションインフルエンサー部門で1位に選ばれた。ロンバルニア州クレモナに、司会の父マルコ・フェラーニと作家の母マリーナ・ディグアルドの、元に長女として生まれる。 家族には二人の妹、フランチェスカとバレンティーナ・クレモナのダニエーレ、マニン高校に通い、後に、ミラノの木校に大学の法学部に進学するも、中退をする。2009年10月頃、ボーイフレンドのリカルド・ポッツオリとファッションに特化した、ファッションブログ、ザブロンド・サラダを開始する。2010年、MTV の TRL 賞に、ゲスト出演し、自身のブランドの靴を発表する。 2011年3月、ニューヨークマガジンに、今年最大のブレイクアウトストリートスタイルスターの一人、として紹介される。2011年12月頃には、ザブロンドサラダは100万人以上のビジターと、月間1200万ビューに達し、防具のブロガー賞を獲得する。当時は、木工に大学の法学部の学生でありながら、T に、絶大な人気を誇るブロガーとして紹介されるように、 なるその後、2013年までに多くのブロガー・オブ・ザ・イヤーの賞を獲得した。2013年12月、ザ・ブロンド・サラダのイタリア語の電子書籍を出版した。2013年11月、アメリカ合衆国のアパレルブランドゲスのモデルに選ばれ、その後、広告キャンペーンを行う。2013年12月、アメリカのブランド会社、スティーブ・マッテンと協力し、 2014年春の旧靴コレクションをデザインした。2014年には TV 出演、イタリアの TRL 賞のプレゼンター、イタリアのバラエティ番組ジャイアンブレトナイトへのゲスト出演等を行う。2014年、フェラーニのブランドは約800万ドルを稼いだとされる。2016年1月、パンテームのシングローバルアンバサダー就任する。2016年9月には、 アメリカの玩具メーカーマテルがフェラーニのバービー人形を作成した。一つは白い T シャツ、黒い革のジャケット、ジーンズ、キアラ・フェラーニコレクションの靴を履き、もう一つは頭からつま先までシャネルを身につけたものとなっている。2017年7月31日の時点で、フェラーニのインスタグラムには1000万人のフォロワーがおり、 インスタグラムへのスポンサー付き投稿は約1万2000ドルを稼いだとされている。2017年、イタリアのランジェリーブランド、インティミッシミの衣装デザイナーに選ばれる。2017年7月26日、ミラノに最初の自身のブランドストアをオープン。2018年5月、アメリカの雑誌フットウェアニュースに、ファッション業界で最も影響力のある母親の一人に選ばれる。 イタリア人、ラッパープロデューサーのフェデスと2016年後半から交際を始める。2017年5月6日、フェデスはベローナでのコンサート中にプロポーズをし、その模様はイタリアのラジオとテレビのチャンネル RTL102.5 で生放送された。結婚式は2018年9月1日にシチリア島のノートで行われた。結婚後、二人の間には、 息子のレオーネが生まれる。フェラーには、ミラノとロサンゼルスを行き来しながら生活している。2020年10月、インスタグラムを介して2回目の妊娠を発表し、2021年3月23日に、娘のビットリアが生まれる。彼女とフェデスはイタリアでのナインティ1 9パンデミックの際に、ミラノのサンラファイエラ病院の支援の募金活動を行い、 24時間で300万ユーロを調達した。ありがとうございます。